皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、お着替え中の、このレンタル彼女のフィギュアです。彼女お借りします。水原千鶴、シースルーランジェリー、6分の1スケールフィギュア。それでは、サイトへとジャンプ。今回はアミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。レンタル彼女で大人気ヒロインの水原千鶴がセクシーなランジェリー姿で6分の1スケールのフィギュアとなりました。きた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 。千鶴のお部屋の一部を含めたジオラマ風フィギュアとして立体化されていますよ。お風呂前のスペースで着替え中のちょっぴりエッチなシチュエーションとなっています。シースルー素材を使用したランジェリーの超セクシーな部屋着姿となっています。ファンサービスだ。黒いランジェリーは世界各地のファッション業界でもトレンドなエアリー感が表現されています。花柄などの細かい部分まで丁寧に作り込まれていますね。シースルー部分はクリアパーツが使用され透け感が表現されていて、千鶴姫の魅惑なボディをより魅力的に見せてくれています。いいね、好きだよ俺はそういうのが。千鶴のお部屋はキッチンスペースの就活ユニットバスの手前にある脱衣所の一角をアニメ設定に基づき再現されています。洗濯カゴには脱ぎたてのサンタビキニが入っていたり、バスタオルやお風呂マットといった生活感も満載です。湯上がりした千鶴姫の髪の香りがほのかに漂ってきそうです。まあ、ダメですよ。ストッキングの透け感もしっかりと表現されていることにより美脚や太もものセクシーさが増しています。シースルー部分はキャストオフが可能で取り外した状態も楽しむことができて、気分に合わせて千鶴姫が着替えてくれます。ボディーライン2フォーマンなおっぱいはとっても柔らかそうに造形され、ブラの紐を引っ張りもう少しでコロリしそうでドキドキしちゃいます。パンツのシワの表現やお尻への食い込み具合もしっかりと作り込まれているのも最高です。またユニットバスのドアは多少の開閉操作が可能となっています。ドアの隙間からちょっとドキドキなシチュエーションで千鶴姫を眺められる破壊力抜群なフィギュアとなっています。油断も隙もないわね、いやらしい。サイズはフィギュアが約23センチの6分の1スケール、お部屋のサイズは約30センチと、水原千鶴のお着替えを超ボリューム感で堪能できます。さらにアミアミ限定特典付きには書き下ろしアクリルフィギュアスタンドが購入特典としてもらえちゃいます。お着替え中のランジェリー姿の千鶴姫をたっぷりとご堪能ください。ジロジロ見るの禁止。こちらのフィギュアは12月に発売です。そしてお値段は通常版が 22,700円、特典付きは 24,300円です。このフィギュアをお迎えしたらお着替えをしている千鶴姫を SNS などで自慢しちゃいましょう。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズの紹介記事は下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければその紹介記事に貼ってあるリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それではまた次回お会いしましょう。